しいです。なんていうんですかね、日本のフルーツでいうと梨に近いような感じです。ただどっちかというと酸味はもうまるでないので、甘みとみずみずしさがとにかく口の中を占めてくれます。美味しいなぁ。なかなかやっぱり台湾のフルーツっていただけないじゃないですか。これ夏目は貴重ですよ。やっぱり食べたくなりますね。うんうん、どんどん進みます。あ、これはちょっとフルーツ好きな人は一度食べとかなきゃいけないですよ。そのぐらい美味しいです。うん、まずはもうこれ落ち着いたら丸かじり、まずそこがいいですよ。これ丸かじりのこの音もね、忘れられなくなります。すっごいいい音するんですよ。聞こえたと思うんですけど、こう忘れられない。うんうん、見て断面綺麗じゃない。これキラキラしてるから、うーん、あ、あ、蓋閉まってる。あ、閉まってなかった。ごめんなさい、閉まってなかった。あ、色が全然違いますよ。見えます。どっちかというとさっきは茶色色よりだったんですけど、今これ黄色ですよね。へえ、ライチのお花からちょっと蜂蜜いただきます。違いますね。え、こんなに違うんですか。あ、びっくりした今。わあ、本当だ。ライチの味がしっかりとしますよ。蜂蜜なんですけど、果物のライチを食べたかのようなフレッシュ感がありますね。